優しい。えい。えい。よく寝るま、ね、よく寝れましたか？よく寝れました。マジ寝心地よかった。一瞬で寝たし、寝起きもよかった。うん。これ本当美味しい。日本で売ってほしい。ね。ビオットって言います。ビオット？ビオット。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 ヨーグルトとフレーク？うん。チョコの。うん、チョコがさ、美味しいよね。周りチョコかかっててめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。まんちゃんに昨日さ、勧められてもう3個目買ってるもん。やばお腹壊したいまんちゃん眠いから。え、眠くない？ちょっと本当にバキバキよ。分かった。マジカルバナナしよう。嘘。うおまずいね。頭起きるっしょ。マジカルバナナ、ソウルと言ったらチマチョゴリ、チマチョゴリって言ったら可愛い、可愛いと言ったら、うんうん、可愛い多いな。可愛いと言えばリボン、リボンリボンといえば昨日のまんちゃん、昨日のまんちゃんと言ったらめっちゃお酒で顔赤くなってた。お酒で顔赤くなってたって今みずきちゃん、みずきちゃんといえば自分。何で止めた？ついについにね。え、見てないんだよね私ちゃんと。あ、本当？うん、一応さっきチェックしたもん、ね、チェックした自分の、うん、あれ以降何かやったっけ。あれ以降は1個投稿してたね。1個投稿、そう、ご飯食べた後に投稿した。投稿しました。投稿しました。はい、だから全部で5投稿ですね。そうですね。はいはい。いや、ちょっと緊張しますね。うん、結果報告します。そろそろ ね、いますか。ちょっとドキドキする。やばいかも。多分一番少ないんで発表します。コメント数、はい、88。おお伸びたね。昨日の夜からちょっと伸びました。88、はい、じゃあ足していきますね。ここでじゃあ昨日の昼間投稿したやつが、うん、コメント数、はい、271。おお、すごい。よしよしよし、すごい。1個目、はい、1個目、昨日のリールの投稿が、はい、75です。おお、すごい。え、超えたやん。はい、75。すごくない？うん。え、すごい。2投稿目は昨日の10時、夜10時ぐらいに載せたやつ。コメント数205。わお、すごくない？すごっ。じゃあワンちゃんで、はい、最後の、最後に投稿したのが、はい、82です。え、すごっ。合計合計721でございます。やった、すごくない？すごくない？やばい、めっちゃ買い物できるじゃん。やった、プレハパワーですね、はい、全然。ちょっとでもなんかコメントしてって言ったのが良かったかもね。確かに、うん、そうだね。なので72万1000ウォン。そう、すごくない？すごい、72万ウォンってすごくない？うん、ありがとうございます。やばー、わー、最近だよ ね。ありがとうございます。嬉しい、素晴らしい。買い物に行きます、これで。よし、行きましょう。行こう。どっち？こっち？こっち。よし、イエーイ。いざ。よしよしよし。お、まとめある。絶対買うじゃん。すごい気になる。アイドル？アニエよ。アニエよ。なんてアイドルじゃないのって優しい。違いますって言ったら合ってるみたいだけど。かわいい。わあ、え、髪留めある。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。かわいい。かわいいよね。え、これもかわいい。髪のさ量が多いから多分でかい方が多分止まるよね。めっちゃ
めっちゃ似合う。かわいい。持ってるでしょっていうぐらいかわいい。めっちゃかわいい。それリボンになってる。あ、ほんとだ。いくらぐらい？990円。めっちゃかわいい。買いました。買いました。次行きましょう。はい、お待たせしました。ここからはバラバラになって、あ、めっちゃいい。じゃあ解散。解散。今さっき別々行動しようということになり、今一人で歩いています。ビーズアクセサリー。夏になるとビーズアクセサリーいっぱいつけたくなる。私は趣味でよくたくさんビーズでアクセサリー作ってます。つけてないけど最近。こういうのもめっちゃ流行ってると思います。でもえ、これ3900円、安すぎない？かわいい。髪ないよね。かわいい。わあ、かわいい。たくさん食器を買いました。These are all handmade in Korea. All handmade. Oh, Korea. すごい。ちゃーん、あれ？ちゃん合ってる。ちゃん合ってる。乾杯アイディアでしょ。インスタ頑張ってよかったね。まあ、アクセサリーメインです。買った？はい、まあ、まず最初は一緒に行った帽子屋さんでこの帽子を買いました。かわいい。かわいい。後ろがかわいい。多分縛れる。そして、また一緒に行ったお店でビーズ。これも思ったもん。かわいい。そう、本当はね、この白ね、持っとったっちゃけど、こういう感じの、ぶっちぎって、ああ、そうなった。ネックレスとブレスレットと買いました。ワンちゃんかわいい。かわいいよね、これめっちゃ。うん、そう。ワンちゃんつけたらもう何でもかわいいから。わかる。で、安かった。1500円とか1300円とか。安っ。そう、私はね、結構買ったよ。さっき一緒に行ったお店でこの P の帽子と、お、P かわいいと、あと水木と可愛くないって言いまくった。おう、あれね、かわいいヘアクリップ。かわいくない？これなんか流行ってるよね、こういう。うん、めっちゃさ、なんかお手頃プチプラだよね、その、ね、めっちゃ装飾が細かいというかさ、うん、綺麗。あとこれなんか洋服屋さん行って、じゃあどっちが前のなんか正解か分かんない。可愛くない？え、可愛い。お花ついてんの。めっちゃ可愛い。絞れるの可愛いね。そう、ちょっと幼稚園児みたいになる。これが2000円ぐらいで、あとね、3つ買ったんだけど。なんだ？バッグ。可愛い。これ良くない？まあ、携帯とか入るサイズとかいいな、めっちゃ可愛い。これが4000円ぐらい。でクレハワールド炸裂。かわいくない？かわいいね。かわいい。なんか夏っぽいからいいな。ね、これが4000円ちょいぐらい。へえ。いいいい。じゃあ水吉です。水吉。あ、まずは小物。はい。一緒に買った。あ、かわいい。行ったお店で。蝶々だったの？そう。かわいい。蝶々好き。横から見るとこうなるの。うわ、かわいい。かわいいでしょ。え、めっちゃいいね、それ。そう。めっちゃかわいいと思って、これします。結構さ、細かい三つ編みでこうやってなんかやってることあるじゃん。うんうんうん、あの時の先っちょにつけたくて、じゃん。え、かわいい。って買いました。かわいい。え、めっちゃかわいい。かわいくない？めっちゃかわいい。めっちゃいい細かい三つ編みに。色かわいいね。そう、かわいいなと思って買いました。かわいい。二つで、
780円。安っ安すぎ。で、あとはこちらでございます。なになに、めっちゃ気になった。じゃん、いいじゃん、かわいい、めっちゃかわいい、なんかオレンジかな、めっちゃかわいい、この模様じゃん、あ、かわいい、めっちゃかわいい、かわいい、めっちゃかわいいでしょ、うん、大きいコップです。なんかスープとかでも良さそう。そう、サイズがそうなのです。これ見てほしい、本当にこれだけは開けます。なんだと思う、ちなみにこれ。まあ、サイズ的にはキンパだよね。こちらですね、置物を買いました。置物見えないですけど、え、かわいいな、かわいいな、顔かわいい、やばくないこいつ。ちょっとおとぼけちゃいやん、かわいいわ、やばくない、これただ置くんだよ、こうやってじわだな、これ。なんかさ、食器ってさ、そのなんかデザインとかって、まあ日本でもあるでしょって思うじゃん、うん、でもさ、なんかこういう旅行に来た時に買うって、なんかさ、ね、いいよね、違くない、なんか、うん、その見るたびに思い出すじゃん、あ、あの時買ったやつ、陶芸やし、なおさら違うよね、うん、作った人がおるし、楽しかったね、マジで、ね、え、あっという間じゃない、あ、マジ楽しかったな、一泊二日じゃ足りん、普通に。確かに。確かに。回るとこ多すぎた。確かにな。ね。それは思った。まだまだ。いっぱいあるから。うん、全然来たい、ま。いや、めっちゃ来たい。てかさ、また来よ。仕事頑張って。めちゃめちゃお金貯めて遊びに来よ。で、バーって使う。バーって使う。ミッション終わったけど、インスタ載せよう。一発取っとく、ここで。うん、せっかくだ、全然ミッション関係ないけど、うん、行きます。7 6 5 4 3 2、お、いいじゃん、超いい、いいね、最高、映えるよね、韓国、また来よう、マジで。